皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は西東京屈指の強豪厚生学園に訪問しました。厚生学園には夏の大会を終えてから訪問させてもらっており、今回2度目になります。この1年は秋そして春ともに二松学舎の前に敗れましたが、夏のシードは確保、シード校そして昨年の準優勝校として夏を迎える厚生学園の注目選手たち、また自主練習が多くても勝てる理由を今回は聞かせてもらいました。投打ともに実力のある選手が揃う今年の厚生学園、そんな中で最初に見ていきたいのが投手陣。小林投手とともに厚生学園を支えるのは前野投手です。旧チームから投手陣の一角を担っていた長身右腕で、この春は左腰の故障から復活を遂げました。まっすぐだけではなくキレのいいスライダーも持ち味ですが、学校の成績はなんとオール5、文武両道を成し遂げる剛腕が集大成の夏にどんなピッチングを見せてくれるのか非常に楽しみです。春はエースナンバーを背負った小林投手はサイドスローからキレのあるボールを投げ込む本格派投手です。まっすぐに合わせてスライダーにシンカーといった変化球も一級品。新チーム発足時から登板経験を積み続けてエースとなりましたが、藤田監督は気持ちの強さを評価していました。夏の大会でも活躍ができるか楽しみです。ここからはバッター陣を紹介したいと思います。まずは修徳戦で勝ち越しホームランを放つなど、春季大会を通じて存在感を発揮した上原選手です。恵まれた体格を存分に生かしたパワフルなスイングが魅力的な上原選手、名門厚生学園の主軸として夏の大会でも快音を響かせてくれることに期待しましょう。2人目は一ノ瀬選手です。二松学舎大戦ではホームランを放っている一ノ瀬選手、取材日は椅子を使ってのティーバッティングが中心でしたが、座っていてもこの打球、立っている選手と遜色ない打撃を見せてくれました。この夏もバットでチームに貢献することは間違いないと思います。最後に紹介したいのが主将の福岡選手です。シャープなスイングで鋭い打球を飛ばす福岡主将、上原一ノ瀬両選手の長打力とはまた違う魅力を持っていますが、主将としてもチームを引っ張っていけるキャプテンシーの持ち主、加えて学校の成績もオール5に近い成績を出しているとのことで、まさにチームの顔とも呼べる存在です。他にも秋は下級生ながら4番を担った重藤選手など、さまざまな選手が揃う厚生学園、夏も見逃せないチームです。多くの逸材が揃っている厚生学園ですが、厚生学園の練習の特徴といえば個人練習の時間が長いことです。取材当日も個人練習の日ということで、選手それぞれが自分たちの練習を黙々とこなしているのが印象的でした。多くの学校では全体練習に時間を費やし、個人練習に使える時間は少ないかと思いますが、厚生学園では平日は週3回、1回の全体練習の時間は1時間半ほどしか使わないそうです。それ以外は個人練習に時間を使っており、まさに真逆とも言っていい時間配分です。全体練習が短い中で、選手たちはどういったことを意識しながら毎日練習に取り組まれているのでしょうか。全体練習では、みんながやってる中での練習で、緊張感があるので、その中での、オープンスキルという、その試合で1球で決めなきゃいけないとか、そういう場合での練習っていうのが、全体練習ではしてて、個人練習ではそれ以外になるクローズスキルっていうんですけど、基礎的なことからしっかり、そういうですね、個人練習は基礎的な練習をしてます。その全体練習が試合だと思って自分たちはやってるっ
ので、だからこそ試合では失敗しちゃいけないっていうか、その緊張感を持って全体練習はできてるかなと思います。同じ志を持ってる仲間となるべく練習しようとそういうこともしてます。でもだれちゃうんで、そうじゃない選手は、目的を持ってない選手はだれちゃうので、なるべく目的を持って、それで同じ目的を持った選手がいると同じアドバイスもできますし、同じ方向を向いているので、それでいい方向に向いているのかなとは一番思ってます。チームを指揮している藤田監督も個人練習に時間を割いていることについて、このようなお話をされていました。基本にのっとったクローズスキルがあってこそオープンスキルにつながっていくので、また足りなければちょっとクローズスキルに入って取り込みやったりして、でまたオープンスキル一発勝負っていう、このずっとメリハリをつけていくってことは、まあ、それしかないんだと思ってます。秋そして春ともに東東京の強豪二松学舎の前に敗れた厚生学園、悔しい敗戦ではあったものの、この試合はチームにとって大きなプラスだったと藤田監督はじめ選手たちは語っていました。2年中の井上君もそうだし、2、3個の宇山君もそうだし、本田君ね、菅生の本田君もそうだし、2回うちの主力が当たれたっていうのは、夏の好投手と当たるところにものすごくいい、効果が上がると思います。秋、まあ、ああいう負け方した中でこの春もう一回戦えるっていうことに、まあ、チーム全体ですごい盛り上がってて、その中でのあの戦いで、まあ、敗れはしたんですけど、まあ、大きな成長と、まあ、大きな自信っていうのをつけられるし、春の大会だったので、そうですね、秋は前のもいない状況でとてもピッチャー陣でも苦しい戦いにはなったんですけど、秋に比べて春はその守りからあの流れを作れて、自分が先頭バッター出て1点取ったりして、まあ、いい戦いができたんですけど、まあ、バントの守備のエラーであったりとか、そういう基本的なところであの試合を落としてしまったのかなと思っています。春の都大会でベスト16まで勝ち上がったことで、夏はシード校として西東京大会を迎えることになる厚生学園。昨年の夏はあと一歩のところで優勝を逃して悔しい思いをしていますが、その悔しさを晴らすためにも夏の大会へ気合十分の厚生学園の選手たち、そんな選手たちから最後に意気込みを伺いました。今の藤田監督を、まあ、できるだけ夢の舞台へ連れていけたらいいなと思っています。春終わってまたあの大会期間中じゃないですけど、またフラットな状態なので、選手同士がもうレギュラーに確立された選手は一人もいないので、あのそういう怖さを持って選手一人一人はやってるかなと思います。最後の大会になって、あーこのチームメイトと もっとやりたいなっていう、そういうチーム作りにしていきたいなと思います。厚生学園の皆さん、今回はありがとうございました。今回のチーム訪問の記事は後日配信予定ですが、インタビューした福岡主将エース前野投手に聞いた文武両道の秘訣も後日配信予定ですので、そちらも楽しみにお待ちください。